荒くれは、1915年に、徳田修正が、読売新聞史上に連載した、日本の長編小説であり、自然主義文学者の徳田が、写実的に描いた女の一大記である。同作を原作として、1957年に、成瀬美きおが監督し、東宝が制作、配給して公開した、日本の長編劇映画は、水木陽子が脚色、主人公を、 高峰秀子が演じた文芸映画であるが、当時の映画倫理管理委員会は、同作を成人映画に指定し、18歳未満の鑑賞を制限した。1961年には、朝日放送が近鉄金曜劇場枠の第一回作品として、テレビドラマ化している。徳田修正が執筆し、1915年1月12日から7月24日まで、 読売新聞市場で連載され、同年9月に新潮社が単行本として刊行した。1937年には岩波文庫に収められている。第二次世界大戦の終結後、初出から33年が経過した1948年、文芸春秋新社が編んだ中正先週の第3週に収められる。翌1949年10月には、 連載直後に単行本を上司した新潮社が新潮文庫から同作を再刊行した。1957年には東宝が映画化し5月22日に公開し、同年、角川書店が角川文庫から同作を刊行した。1961年10月6日には朝日放送が近鉄金曜劇場という基本的に毎週完結のドラマ枠を開始するにあたり、 第一回作品として、森光子を主演にテレビドラマ化している。1993年12月31日、修正の著作はすべて著作権の保護期間が満了し、パブリックドメインに返した。お島は、東京近郊の農家の養女として育てられ、長じて、養家の進めるままの結婚を拒絶して、家を飛び出す。缶詰屋と結婚、離婚、地方の旅館で、 その経営者と関係を持ったりという日々を経て、洋服屋と結婚する。お島は、共働きの生活に生きがいを得たが、夫の凡庸さに愛想を尽かし、独立を決意する。庄屋からもらわれてきたお島が7歳の時からいる。洋家は、ある冬の夜泊まった六部が、幸いが見舞うだあろうと言い残してから幸い続きで、身の代を太らせる。お島が家を相続するはずで、18歳になって、 結婚することになる。夫が、養父のおいで、雇い人同然の自分が嫌いな作という男だと、わかると、成果に逃げ帰る。間もなく、騙されて挙式させられるが、また逃げ出し、神田の缶詰や鶴と結婚する。お島は妊娠し、鶴は作との関係を疑った上に、丈夫もでき、ひどい喧嘩の挙句、お島は出て行き、流産する。 山国の小さい町の兄の手伝いに行くが、兄は商売が面白くなくて、そこを引き上げることになり、借金の担保にお島の体が預けられる。お島はしばらく旅館、浜屋の手伝いをしているうちに、若主人と関係し、病気で里に帰っている妻の家や、近所の手前、お島は縁続きの山の温泉宿にやられる。父親が東京から出てきて、無理やり連れて帰り、 下屋のおばの家に預けられ、そこには若い裁縫師小野田が出入りしている。ちょうど戦争のために多忙な時、部男だががっしりした小野田が頼もしく思え、二人で始めた洋服屋は、男の働きのないのやお島の奉仕のやり方のせいで、何度も失敗する。男か自分に生理的な欠陥があり、夫婦の間もこじれがち。四度目に本郷に持った店は繁盛するようになり、 腕のいい若い太刀師を雇い、お島はその男が気に入る。長く疑問だった体を治療してもらい、その方の確信がつき、男から受けた圧迫の償いが欲しくなる。小野田が帰省した留守に浜屋を訪ねると、若主人は不詳が原因で死んだ後であった。温泉へ回って電話で小野田がまだ帰っていないのを確認し、お気に入りの太刀師を呼び寄せ、 彼に手伝ってもらって、例の店をやるようなことをほのめかす。国立国会図書館の蔵書による一覧である。荒クれは、徳田修正の同名小説を原作として、1957年に、成瀬キ京が監督し、東宝が制作、配給して公開した、日本の長編劇映画である。主人公、お島を、当時マン33歳の高峰秀子が演じた。 設定は原作通りだが、ストーリー展開を脚本の水木陽子が大幅に改変している。奔放な女性の生き様を描く本作を、当時の映画倫理管理委員会は、成人映画に指定し、18歳未満の鑑賞を制限した。荒暮れは、徳田修正の同名小説を原作として、1961年に朝日放送が、近鉄金曜劇場枠の、 1> 第1回作品として制作、放送した単発1時間のテレビドラマである。映画版で高峰秀子が演じた役を当時四41歳の森光子が演じた。荒くれに関するカテゴリー、荒くれに関するカテゴリー。ありがとうございます。